通りに散らばる、チラシチラシは大衆伝達の媒体として用いられる一枚ずりの印刷物のこと。かつては引き札という名称が使われていた。他にもビラとも言う。主に次の三通りの方法で印刷された情報を伝達する。一般に大量に印刷し配布されないとその効果は薄い。 ビラ配り空からばらまかれる、様子一般に巻くという。チラシ、フライヤーいずれも、この行為自体を表している。具体的には次のような方法で配布される。ドアに貼られたチラシチラシよりも、ビラと呼ばれることがある。ビルは、その意味の一つに、張り紙という意味を持つ。チラシ置き場や、人の多く集まる場所に置いておくことで、 手に取ってもらう。ピンクチラシは公衆電話に貼られる方式が取られることが多く、トラブルともなっている。戦術の通り古くは引き札と呼ばれたが、呼び名については、同一のものでも年代によって変わり、地域によって一定ではない。ありがとうございます。